皆さん、お元気ですか？どうもこんにちは、GQMOX の坂です。じゃん。ジャッカルのベース版出ました。あの動画覚えてます？ギター用のエフェクターってベースでも使えるかっていう趣旨のやつ。その中でジャッカルめっちゃギターでいいの知ってるけどベースではどうなんですかとか言ってみて、弾いてみたら結構良かったんですよね。でその時にベース版も作ってみてくださいよなんつって言ってたらね、作ってくれました。優しい。ということでジャッカルミッドナイトですね。今回の動画ではこのペダル本当に素晴らしいものに仕上がっているのかということをしっかり検証してみようかなと思います。結論から言うと素晴らしかったです。サンズアンピア、ダックグラスとはまた違う方向性のペダルで、よりこうプッシュ感の強い感じになっておりますので、隅々までチェックしていきます。忙しい人は後ろの方までプイッとスキップしてもらえれば音だけ聞けますので、チェックしてみてくださいということで、本編やっぽん。まず簡単にライムトーンオーディオとはどんなブランドなのかということを説明したいんですけれども、今西さんという方がやってる新しいブランドで、日本のねブランドですね。 LED で踏み込み具合が見えるボリュームペダルですごく人気になって、ドライブペダルとかバッファーペダルとかボリュームペダル以外にもたくさんね、いろんなペダルをリリースしているブランドですね。どのペダルもやっぱり秀逸で、すごくこうミュージシャンが好きそうなものを作ってるなという印象です。デザインがねやっぱりすごく作り込まれているというか、綿密に計算されているようなブランドだなというふうに思います。最近僕が推してるカージアンというブランドともちょっと似てるかなというふうには思うんですけど、やっぱりねミュージシャンからの支持がすごく熱いです。例えば鈴木渉先輩、北村優太先輩、郁夫先輩、囲碁さん、山本光さん、関谷智隆さんなど、数多くのねおたっけのあるミュージシャンがライムトーンオーディオを使ってます。そしてこのジャッカルミッドナイトですね、これ何かっていうと、ハイゲインディストーションペダルのジャッカル、これギター用としてねすごくこう重宝されていて、いろんなミュージシャン愛用しています。そのギター用のねジャッカルのベース版、カラーリングが変わっていて可愛い感じになってますね。かっこいいです。ちなみにオリジナルはこんな感じの音です。このねペダルどんな感じかっていうと、サンズアンプとかダックグラスみたいにミドルをドリッとカットしてドンシャリっぽい音にしてかっこよくするっていうよりも、よりプッシュ感を強く出していって、バーって分厚いドライブサウンドを作れるのがこのペダルの特徴かなというふうに思います。ビリーシーンのねドライブサウンド好きな人はこれハマるんじゃないかなと思います。後で弾きますね。価格は33,000円です。細かいとこ説明していきます。早速弾きながら細かいとこ見ていこうかなと思うんですけど、まずコントロール、レベル、トレーブル、ミドル、ベース、ゲイン、3バンド EQ がついてるディストーションペダルですね。少し珍しいかなというふうには思います。この EQ がね素晴らしいんです。であとブライトっていうこのミニスイッチがねついてますね。そしてプリアンプモードのオンオフと、こうやって見るとすごくシンプルな感じですね。まずはちょっとねサウンドのところからチェックしていきたいんですけど、オフの状態でちょっと弾いてみようかなと思います。って感じです。じゃあ早速オンと。結構ねゴリッと歪みますよね。でこれゲインちょっと上げてみます。ここまでいけるよと。結構ハイゲインですよね。なので基本的なこのジャッカルの特性っていうのは、まずハイゲインのベース用ディストーションペダルであることっていうことがありますね。そしてこの3バンド EQ、 これがかなり特徴的な聞き方をするんですけど、結論から言うとかなりねミドルレンジ寄りです。僕らからするとベースっていうものがすごくこうローミッドぐらいで、ミドルはねまあもうその真ん中で、でトレブルがハイミッドぐらいに設定されてるような風に感じます。公式なスペックとしてはなかなか出てないんですけど、なんとなくの感覚としてはベース
ースが80から100ぐらいとか、トレーブルもね上行ってても1キロぐらいじゃないかなと思うんですよね。よりも下の方じゃないかな。ちょっとそこら辺弾きながらやっていきます。まずベースだけ動かしますね。まあ、やっぱり一番下の帯域っていうよりはちょっと上の方かなというふうには思いますね。ただここかなり存在感のある帯域なので、ここを上げていくとやっぱりこうムンとした感じになってきますよね。邪魔な帯域ではまだないかなと思います。500よりはね多分下なんですよね。トレブルいきましょうか。次にまあ、やっぱりすごく上の方までカバーしてるっていうよりは割と下の方だなというふうに思います。そしてミドルですね。なるほどって感じだよね。下げていくとやっぱり存在感がどんどんなくなってくるところで、まあ、すごくベースの美味しいところにここは設定されてるなというふうに思います。僕個人的には割とミドルってカットしがちな帯域なんですけど、このねジャッカルミッドナイトのミドルに関して言うと上げた方が美味しいなというふうに思いますね。ここら辺のね EQ の設定はやっぱりすごくこう特徴的な部分ですよね。普通のベースのプリアンプ的な感じで使うとあれってなっちゃうんだけど、やっぱドライブと合わせて使うことが前提なんですよね。ドライブってその歪ませていった時になんか抜けちゃってるなと、でそこでこうベースの美味しいところなくなってきたなっていう時にミドル足していくみたいな使い方すごくいいなと思いますし、ベースに関してもやっぱりそうですよね。ローが抜けてっちゃうのでそこら辺補填するにはまあやっぱりいいのかなというふうに思います。ここね上げすぎるとやっぱり回っちゃうので、グッて上げても回んないようなところにローは設定されてるなというふうに思います。そしてトレブルね、ここに関してはやっぱりピッキングした時に少しミドル寄りなんだけど、ジャリってちゃんとこう聞こえてくる、プレゼンスのバキってくるところよりはちょっと下のところなんですけど、そこの主張をしっかりこう変えられるのがすごくいいところで、すごく使いやすいなと。全体的に僕的にはですよ、僕的には割とブーストを前提とした EQ っていうようなニュアンスかなというふうに思います。でこのブライトスイッチに関してはもっとプレゼンス成分が少しだけキラッとします。今オフです。
オンですね。という風な感じですね。まあ結構キラッとするところがすごく強く出てくるので、そこら辺は原因の感じともすごく似てくるかなという風には思いますね。そしてね、プリアンプモードですね。これ結構面白いです。これぐらいじゃないですか。でこれポイッとするとガクッと原因下がるんですよ。なのでちょっと上げますね。方っていうか使い方知らないと、なんかただのしょぼいドライブじゃんとか思うかもしれないんですけど、僕的にはこれかなり秀逸なコンプレッサー的な風に思っていて、コンプレッサーって設定によっては歪ませられるんですよね。その使い方って結構ミュージシャンの間ではね支持されてるものなんですけど、それにすごく近しいかなという風に思います。このねペダル独特のコンプ感とこの EQ のユニークなポイントを使いながら音作りをしていくっていうところで、プリアンプモード結構いいなと思います。常時オンで使いたい人向けですね。音的にはね加工感のあるものにはなりますから、まあここら辺は好みかなとは思うんですけど、ちょっとどうですかね。ちょっと音を作ってみようかな。これがオンね。でオフにすると、もう一回オンにしてみます。まあやっぱりかっこいいもんだなというふうに思いますね。ここら辺のね特徴だけうまいこと使いたい人にプリアンプモードって結構有効で、マルチコンプあるじゃないですか。マルチコンプのチューブシミュレーターモードだけ使ってる人とかたまにいるんすよ。コンプ使わないで的な人にちょっと良さそうだなって思いますね。ちょっと似てるなって思うのが、あのビリーシーンモデルの EBS のドライペダルじゃないですか。あれとも少し似てるなっていうふうに思います。なのでやっぱりこのペダルおすすめしたいのは、ビリーシーン的な使い方が好きな人とか、あとペダルで言うとロシアンマフとかラットとか、あそこら辺ちょっと似てるかもっていう風に思いますね。っていうことで、このジャッカルミッドナイト、おすすめのセッティング交えながら、ちょっとモダンっぽいベースとか、もしくは4弦の普通のジャズベースとか使いながらサウンドのサンプル撮ってみようかなという風に思いますので、よろしければチェックしてみてくださいな。ということでポイ。
聞いてみたんですけど、いかがでしたでしょうか。かなりね、下の方まで歪むいい感じでね、やっぱりこう昔ながらのペダルかっこいい音するんですけど、 B よりも下の音がねなんか微妙とかあるんですけど、これに関してはかなり解像度高く聞かせてくれたかなというふうに思います。使い道がね結構幅広いんですけど、しっかり理解していただくと、よりそこら辺のね幅広さがかなり有効活用できるんじゃないかなというふうに思います。僕はね結構好きですね。これ発売日は4月の22なんですけど、もう出てるんじゃないかな、この動画が出てる頃には。価格が33,000円です。よかったらチェックしてみてください。ギーキンボックスのねウェブサイトでも販売しておりますし、こうしたものはねメーカーの公式ホームページで買ってもいいんじゃないかなというふうに思います。なぜかというとメーカーさんの利益が増えるからです。概要欄に書いておきます。ということで本編終わり。知ってました？この前ブラックピンクのライブがあったの、僕昨日行ってたんですよ。羨ましくねめっちゃ良かった。東京ドームだったんですけど、日本語で話してくれるのは嬉しいよね。皆さん元気ですかってすごいなんかゆるキャラみたいな、すげえ良かったな。歌も良かったし、俺東京ドームでライブ見たのって初めてだったんですけど、普通にいいじゃんと思って、見やすいし。ブラックピンクまた行きたいな。でももうちょい近いとこでね見たいですね。ブラックピンクの友達の人とかいないですかね、紹介してほしい入りたいから加入したいなと思っております。ということで今回の動画面白かったらぜひぜひいいねとかチャンネル登録とかしてくれるととても嬉しいなというように思います。 Twitter
とかインスタグラムとかフェイスブックとか各種ソーシャルメディアやっておりますので、よろしければチェックしてみてください。ツイッターではこんな入ったよとか早い情報出してます。インスタグラムでは可愛い写真があって、フェイスブックではそうしたねことの細かいところが見れたり、そして YouTube では実際に音が聞けたり喋りが聞けたり、そういう風にコンテンツ作り分けているので、よろしければね各種メディアチェックしてみてくださいな。ということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイ。